南口西八王子駅は東京都八王子市千人町2丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JC23、通称西八。当駅を含む区間は、運行系統上は中央線と案内される。運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。 橋状駅舎を持ち、駅舎からは、駅の北側と西側に出入り口が伸びている。業務委託駅で、指定席券売機、自動券売機,動機、自動改札機、自動生産機がある。緑の窓口は2018年5月31日をもって営業を終了した。ホームと改札口、コンコースと出入り口との間にはエレベーター及び、エスカレーターが設置されている。 トイレは2階改札内にあり、多機能トイレも設置されている。JR 中央線は2020年代前半をめどに東京駅、大月駅間のオレンジ帯で運行する列車に2階建てグリーン車を2両連結させ12両編成運転を行う。そのためあたり駅はホームの12両編成対応改築工事が行われる。 2020年度の1日平均乗車人員は24,378人である。これは近隣の日の駅、高尾駅よりもわずかに多い。当駅から高尾方面に向かう乗客は少ないことに加えて利用者の多くは朝夕ラッシュ時に集中しているため乗車人員の割には混み合っている。時間帯は短めである。特に下りホームは上りと比べても 換散としていることが多い。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。当駅は、八王子市街地と高尾駅の途中にあり、北口方面は、書店やスーパーなど様々な店舗が並ぶ場所に至るのに、対し、南口方面は、スーパーや商店が集合している場所はあるが、主に住宅街となっている。北口の駅前は、 整備されていないが、南口にはロータリーが整備されている。北口商店街に沿って、八王子駅よりから1番から4番まで設置されており、そこに、西東京バス及び、八バスが乗り入れている。停留所名称は、3番乗り場が、西八王子駅北口、それ以外が、西八王子駅である。かつては、高尾山口駅、太平方面へ向かう路線も発着していた。 また、甲州街道にも、西八王子駅入口停留所が設置されており、西東京バス、京王電鉄バス、京王バス、神奈川中央交通の路線バスと羽田空港港、成田空港業の空港連絡バスが停車する。ロータリーに1番から3番まで設置されており、京王電鉄バス、京王バスが乗り入れている。停留所名称は、西八王子駅南口である。 1960年9月10日までは、東駅と高尾駅との間に、東浅川駅があった。同駅は、1927年2月の体操列車運転後、長らく休止状態となっていた。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。